はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。はい、さあ自作の T シャツ着て今アスペクタにやってきてます。ただ今の時刻は12時半ぐらいですね。で、家を出たのがまあ9時ぐらいで、で10時からあの駐車場が開くってことだったので、それよりちょっと前に着いたので、まあ言ってもねなんて思いながら10時ちょっと過ぎぐらいに行ったんですよ。まあなかなかの人数がもう並んでまして、でそれから物販が開く11時までずっと待ってたんですね。でじゃあ11時になりましたんでっていうので動き始めたんですけど、そっからまた前の人が会終わるのを待たなくちゃいけなくて、買う時の時間でもう1時間経ってましたからね。いやーすごかったです。買う人はすっごい買ってました。何万とかびっくりですね。まあ今日は僕はこれを買いました。さあじゃあ買ってきたやつですね。マフラータオルを買いました。こちらですね。そして、T シャツをあと買ったんですけど、各公園の限定カラーがありまして、熊本は赤色でした。てっきり緑系か青系かと思ってたんですけど赤でしたね。はい、こんな感じですね。と裏がこんな感じですね。ほら、8月4日アスペクタって書いてあるね。ほら、もう場所がわかるというね。いやいいですね。あとですね、忘れてました。商品を1点買うにつき、トレカがもらえるそうです。で、これが全8枚かな、忘れたけど、まああるそうで、大量に買ってる人は要はこれがいっぱいもらえるみたいなね感じで、まあ今 SNS の方でも被ってる人がいたら交換しますよなんていう人もありましたね。ということで僕は2点買ったので2枚、そして友達が1個買ってたので1個あるんですけど、なんかもう破いてやがる破いてやがるぜこいつは。今度破いてるのから見てみようかな、ね、こんな感じで裏がこんな感じね。ということで残り2枚をちょっと見ますよ。お、こんなの。そしてもう一つがこんなのですね。はい、さあこれだから集める人は本当集めるんでしょうね。すごいな、びっくり。よいしょ。さあじゃあいい時間になりましたよ。今が3時20分ぐらい。さあ開演まであと30分40分ぐらいかな、ということで、着替えて準備したいと思います。よいしょ、よしできた。あ、ペンライト寄せな。
っちゃ楽しかった。うわー、でも疲れた。あー、ガチ勢すごすぎるよ。ついていっきら。うーん、足痛い、お腹痛い、声出ら。明日仕事行け、休んでいいかな。わー、でもそんだけ楽しかった。いやー、はあ、ただいま9時でございます。あー、約3時間半ですかね、ライブがありました。とっても楽しかったです、水木奈々さん。また会えたらいいな。ということで今回はここまでです。それではかかってこい。